ちは川端悟です。本日のお題は、バッジテストやインストラクター試験など滑走技術の向上のための大きなステップとなるカービングショットターンの練習です。雪上での指導ですとミドルサイズの、ズレの大きいターンから徐々にキレのいいターンにしていくという形で指導が行われるのが王道だと思います。そして、ショートターンに入りましたらヒルスイング、フラットスイングを使って、指導していくっていうのが筋だと思うんですけれども、今回カーバースケートボードを使いますので、全くちょっと順序が変わります。カーバースケートボードの目標としまして、ぐにゃぐにゃに動くフロントのトラックと、大きいサイズのウィール、柔らかくてグリップがいいフィールです。ですので、砂や水がない限りは、そう簡単にはずれない、そういった特徴のある、カーバースケートボードを使います。早速目標です。1つ目に、浅いターンの振り返り、2つ目に地上トレーニング、3つ目に肩回し、4つ目に、上下動の追加です。それではどうぞ。1、浅いターンの切り替え。まず正面からのアングルでニュートラルポジションでのエッジトゥエッジ切り替えです。浅いターンの切り替えを行います。足元を見ずに目線は上げて進行方向へ向きます。テンポはゆっくりから徐々に上げていき、一定のリズムで滑ります。トーヒールトーヒールとリズムよくしようとすると自然と軽い上下運動が加わってくると思います。ショートターンのベーシック運動の雰囲気が少し分かってくるかと思います。2、地上トレーニング。ボードから降り、トーサイドの最大荷重時のポジション確認をします。ショートターンのポイントは均等なターン弧、リズム、キレとありますが、全てにつながるショートターンの最大のキーポイントはトーサイドの一番深くカーブした瞬間の上半身をひねった状態でのポジショニングです。ピョーンピョーンと飛んでいただいて最大荷重時のポジショニングを確認します。上半身を最大にひねりますが、足裏感覚に意識を集中し良いポジションで荷重することが重要です。ここでは分かりやすく約45度ひねります。ジャンプして足裏とポジションを意識しながら切り替えを行います。ここではリズムを作るためトーサイドもヒルサイドもつま先で切り替えます。今回はトーサイドに特化したトレーニングです。ポイントはトーサイドの一瞬で約45度の最大にひねった時の意識は脚部に置くということです。体重荷重が脚部にどの配分でどこにかかるかを意識します。上半身はヒルサイドもトーサイドも向きが変わらないように気をつけ、初めはゆっくりと行い徐々にテンポを上げて行います。3、深回し。2の地上トレーニングで得た感覚をスケートボードの上で実践します。意識することは下半身、脚部の筋力のみで荷重をかけます。特に後ろ足だと思います。上半身は下半身の上に乗ってバランスをとっているだけ、主体は下半身であることを意識してください。上半身は進行方向を向いたままブレないように連続ターンをします。リズムを取るために多少は上下動しますが、意識はなるべく早くエッジングをすること、そして一瞬で深く回すことを意識してみてください。4、上下動の追加。3の深回しに加えてよりリズムよく脚の上下運動、屈伸運動を加えます。体重が追加された大きな荷重が加わることでより深いターンとなるので、いきなりかなりの強さで深く回ろうとするとズズッと音がしてウィールが滑り、ボードがスライドし、転倒のリスクが生じます。ゆっくりとしたスピードから徐々にスピードアップし、荷重も徐々に強めていくことをお勧めします。しっかりとした上下動のターンでは目次1や目次3のショートターンと違い、スピードを出しているにもかかわらずカービング要素が強いことがわかると思います。1本の軸をイメージしてショートターンしたり、2本の軸で体軸の移動をイメージするといったトレーニングや、さらに2本の軸の間隔を広げたイメージするトレーニングも効果があると思いますので、やってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回はベーシックショットターンでした。前後の動き、脚の荷重の順番など細かいことは抜きにして、トーサイドの意識と自分の運動の幅を理解していただくということで、
で、その部分にスポットを当てて、お話しさせていただきました。これまでですね、スカバスケットボードを使用した、トレーニングを、今回含めて5本上げているんですけれども、全て内容を見ていただいている方は大体お分かりになっていると思うんですけれども、一貫して、基本的に脚部の運動であり、上半身はバランスを取るのみということです。私は基礎の技術が、より早く上達するための近道であるということを確信しております。ぜひこれらの短い動画を見て、参考にしていただいて、確かな技術を自分のものにしていただけたらと、思っております。スケートボードでのトレーニングはスノーボードと違い、怪我のリスクが非常に高いので、プロテクターをつけてトライしてみてください。以上、ベーシックショートターンでした。参考にしていただけたら幸いです。気に入っていただければ、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。